どうもこんにちは、高島です。今回はですね、先日オープンしたばかりの、IKEA 原宿へ行ってきました。その店内の撮影とかはできるっていうことなので、がっつり、撮ってきましたので、中の様子をご紹介したいと思います。はい、それでは行ってみましょう。IKEA 原宿はですね、原宿駅の駅前、もうすぐ出た瞬間にもうあるような感じで、まあ、道路を渡ったらすぐっていう感じですね。そして、その建物自体がニューオープンっていうことで、そこに IKEA も入っているというような形になります。で、IKEA はですね、1階と2階、2フロアになっていまして、今ですね、コロナウイルスの影響で、まあ、ニューオープンで混んでしまっても良くないということで、入場制限をしています。当分は入場制限を続けるということなので、ここちょっと注意なんですが、整理券を配ってるんですね。で、整理券を配って、その順番になったら入店できるようになっていて、でその整理券の番号を呼ばれるタイミングで電話で呼び出されるというようなシステムになっていたりするんですね。とりあえず行ってみたらですね、どこで整理券を配られているかっていうのちょっと分からなかったんですけど、ちょっといろいろ回ってみたら分かったので、事前情報として IKEA を紹介するっていうこととともに、注意点もねご紹介したいと思います。そして、最後に、購入品の方もいくつかあるので、そちらもご紹介してみたいと思います。限定商品なんかももう少しだけですがあって手に入ったので、そちらもご紹介してみたいと思います。とりあえずご覧になってみてください。山手線で、原宿駅に着いて、駅からすぐ出たところにもう IKEA があります。このガラス張りの建物の中に IKEA が入っています。オープンは、11時からになるんですが、整理券を配っているっていう話を聞いていたんですが、どこで配っているかっていうのが少しわからないんですね。いろいろ回ってみたんですが、この大きな木の柱のゲートを上がっていくと、2階に IKEA の別の入り口があるんですが、そちらの入り口周辺で整理券の配布をしていました。整理券は、朝10時から配っているということで、今ちょうど10時になって整理券を発行することができるようになりました。建物はこんな感じで、新しくて綺麗でおしゃれな感じですね。この、iPad ですかね、順番の受付ができるようになっています。で、人数を設定して、自分の時間になったら電話番号で呼び出してもらえるかどうかっていうのを、決めることができます。整理券の順番は、17番になりました。で、この時いろいろ話してたんですが、外の風が思いのほか強くて、すごい風切り音がしてしまいました。というわけで、まだ1時間ぐらいあるので近くのカフェで待つことにしました。原宿の駅の上の、サルタヒココーヒー、新しくできたところだと思うんですが、ちょっと行ってみました。すごく内装がおしゃれで、シンプルなんですけど、ちょっと和のテイストが入っているようなデザインで、なかなか素敵な内装になっていました。1時間ほど、少し時間を潰してから行こうかなと思います。店内はこちらの背景にあるようにですね、この障子を使っていたりとかですね、全体的にはとてもまあ和な感じとは言えないんですが、要所要所に和のデザインが組み合わさっていたりしました。この辺は外国人観光客がとても多い地区なので、少しね、日本らしさを出しているんじゃないかなと思います。小一時間、少しね、仕事をしたりとか連絡の返信をしたりしていたら1時間ぐらい経ちましたので、今から行ってみようかなと思います。約1時間経ってね、 IKEA の入り口に着きました。結構人が並んでいて、整理券を持っている人の手元を見たら200番とか300番の方がいらっしゃったので、1時間前ぐらいにね、整理券を取っておいてよかったなという感じがします。で、入り口はこれ並んでる順番とかあまり関係なくて、整理券の番号の順番になっています。入り口はスウェーデンの方みたいな感じの人がいて、で迎えてくれていました。
入り口でアルコール消毒をして、 IKEA のいつものバッグですね、買い物バッグを持って買い物をしていくというようなスタイルは同じですね。それで1階から流れでざっと見ていこうかなと思います。1階の奥はですね、寝具と収納のアイテムが多くありました。インテリアコーディネートのコーナーもいくつかありましたんで、後ほど詳しく解説しようと思います。とりあえずまずは、全体的にどんなものかっていうのをご覧になってみてください。収納アイテムがね、 IKEA 定番のこのフレキシブルなアイテムがですね、かなり集まっていました。このディスプレイも可愛いですよね。このようにまあカゴとかですね、まあ入れ物とかその辺の収納アイテムがたくさんあるような感じでしたね。おそらく一人暮らしとか、あとはまあ都市生活の方に向けている、あまり広いスペースがないような方多いと思うんで、収納のアイテムが、かなり需要があるということで売り場も多く取り揃えているのかなと思いました。1階の中央に2階へ続く吹き抜けの階段があるんですが、そこはですねディスプレイがかなりこだわっていて、写真を撮りたくなるようなそんな感じのこだわりを持ったディスプレイになっているのかなと思いました。そして、まあ、入り口の方に戻ってきました。でこちらはスウェーデンコンビニっていうそういうコーナーになっていて、細かい雑貨とかですね食品関係が一箇所に集中してまとまっていました。で以前ご紹介したことがあるんですが、このライトニングケーブルとか、あとは USB ケーブルとかですね、このあたり大型店舗で探しても見つからなかったものなんですが、ここにすぐ、ありました。でこれ、かなりいろんな種類あって、で、こういうちょっとしたアイテムが大型店だとちょっとやっぱり広すぎて見つかりにくいところを、まあ、この、店舗、この原宿店のサイズ感だと、その細かいものが多く集まっていますので、このようにですね小物が見つかりやすいっていう特徴があるなと思いました。であとは、1階のそのスウェーデンコンビニのコーナーではですね、食品とか、ドリンクとかがですねかなり豊富に集まっていて、ちょっと面白かったのが、まあオーガニックの野菜ジュースとかはわかるんですが、低アルコールビールっていうのがあって、こちらがですねブルーベリーバニラとかですね、リンゴンベリーとか、あとはローズヒップとかですね、フレーバーのビールが販売されていました。でその他にもカップラーメンみたいなものだとか、あとチョコレートとかクッキーとか、そのあたりのちょっとした食料品がコンビニのディスプレイのように並んでいました。このスウェーデンコンビニっていうコーナーには、IKEA のですねオリジナルのパンが販売されていて、そこで持ち帰りにはなると思うんですが、いろいろこちらで購入することができるみたいですね。その他の商品のレジはまた別になるので、コンビニだけのお会計ができるような形になってるんじゃないかなと思います。で続いて、2階に行ってみようかなと思います。2階はですねこの先ほどの吹き抜けのところを階段で上がっていくような形になります。で入るとすぐですねスウェーデンカフェっていうのが右側にあるんですが、ちょっと左回りで順番に見ていこうかなと思います。ここはですね2階のレジが中央にありました。でその周りにはインテリアアイテムが、並んでるような形でした。2階は大きく分けるとツログっていう部分と、あとは料理、その他にもスウェーデンカフェ、あとはインテリアアドバイスっていうような内容になっています。こちらがですねツログということで、例えばソファーとかですねラウンジチェアとか、あとクッションなどが置いてありました。こちら面白いものがあって、この店舗のインスタ映えスポットみたいな、まあ、大きいもう多分何倍かのサイズの、まあ、非売品にはなるとは思うんですが、ソファーが置いてありました。でこちらで座って、まあ、インスタにアップしてねみたいな感じで、ここにいるとですねスタッフの方が写真撮りましょうかなんていうように声かけてくれます。でこの辺りはですね、ソファー関係なんですが、こう見ていただくと分かるように1人用とかですね大きくても2人用ぐらいのソファーが並んでいました。
これはですね、まあ、やはり都市生活の需要に合わせた、まあ、一人暮らしとかあとは二人暮らしとかですね、そのあたりの部屋の大きさ、まあ、都内ですよね、都内の部屋の大きさに合わせた需要のインテリアアイテムがセレクトされているという形になるのではないかと思います。その他にもインテリアアドバイスというようなコーナーがあって、こちらはですねコーディネートと少しディスプレイで説明が聞けるような形になっているのかなっていうのがありました。で、2階からこの吹き抜けを通ると結構この圧巻のこのデコレーションがあったりとか、少しまあ面白い作りになってますよね。で、こちらもですねインテリアアイテムはだいたい一人用のリラックスできるアイテムが多かったかなと思います。その他にもですね照明とか、ちょっとしたスピーカーとかですね、置いてあるんですけど、このあたりもあまり大きいものではなくて小型のものを中心に、セレクトされているというような形なのかなと思います。で、これなんかもね、かなりシンプルで小スペースで置けるスピーカーというような形で都会の生活なんかに合ってるような、アイテムになるんじゃないかなと思いました。さらに奥へ進むと、食器関係とか、調理器具だとか一人暮らしサイズの食器などが、多くありました。で、その他にも少し食品なんかも売っていて、例えばこのスモークサーモンのマリネっていうのがあったりして、こちらもなんか美味しそうだなと思いました。で、他にも、小型のフレンチプレスのコーヒーメーカーとかもありました。まあ、こういったように、1人2人程度で、コーヒーを飲む時に使うようなサイズになってました。店舗内は、上から見ると結構動線は広く取られていて人が通りやすいような、広さになっていました。通常のIKEAは大きなカートで移動したりすることが多いと思うんですが、こちらはもう本当手持ちのバッグのみになります。で、こちらが、スウェーデンカフェになります。こちらのメニューは、このIKEA原宿店のみのメニューになっているみたいです。注文はタッチパネルで行います。で、今回は、先ほど見かけたスモークサーモンのラップですかねというやつと、飲み物は、こちらで販売しているものだったりとか、あとはこの店舗にしかないドリンクもありました。今回注文したのがエルダーフラワーレモネードっていうのにしてみました。注文する内容が決まったら支払いになります。支払いは、現金とかカードとかあとは電子マネー全般使えそうだったので、今回は Apple Watch のスイカで支払いました。支払い方法が、いろいろ対応しているのが便利ですよね。そして、このレシートに注文番号が書かれていて、このディスプレイにこれから作られる準備中の番号とあとは出来上がった人の番号が表記されます。で、こちらを確認してセルフで受け取りに行きます。135番が表示されていたので受け取ることができました。で、これ食事の受け取り場所とあとは飲み物の受け取りは別の場所になるので、その食事の方を受け取った後に、その奥にですね、飲み物を受け取るスペースがあるのでそちらに行くようにしてください。で、これ今はですね店員の方が、全てやっていただけるんですが、今はコロナウイルスの影響か店員の方にやっていただいたのですが、これもしかしたらセルフになるのかもしれません。サーモンのサンドが500円で飲み物が200円というような形になりました。サーモンの方がなかなかボリュームのある感じで結構たくさん入ってるような、少しずしっとするような感じはしました。野菜もいろいろ入ってるんで結構これ一つでそれなりにお腹いっぱいになりそうな気はします。この店舗の特徴としては、順路っていうものがないんですね。通常のお店のように入り口を入ったら好きな場所に
移動できるようになっています。普通の IKEA だと、まあ、順番が決まっていて最初から最後まで、歩いて通らなければいけない順路があるんですが、それがないっていうのが一つこのお店の特徴かなと思います。その他にも特徴としては、先ほどもご覧になっていただいたかと思うんですが、店内デコレーションが、他の店と明らかに違う形で、まあ、力を入れているような感じですね。でその他にも先ほどの吹き抜けのスペースもありましたし、スウェーデンコンビニとか、あとはこの今いるスウェーデンカフェですね、こちらが、出入り口のすぐ脇にあるので、もしかしたらまあ今後整理券とかがなくなって通常の営業になった場合に、この2階からこのカフェちょっと寄ったりとかですね、1階の入り口付近のスウェーデンコンビニで、ちょっとしたグッズを購入したりとか、飲食物、飲み物とか、あとはパンもありましたよね。あの辺を、ちょっと買っていくというような、気軽に利用できるように飲食とか物販のスペースを入り口の近くに置いたのかなっていうのが推測できました。その他にも気づいた点としては、まあ、やはり立地的に一人暮らしとか、あとはスペースがあまり広くない都市生活のライフスタイルをイメージして、その需要を満たせるようなアイテムをセレクトされているような形なのかなと思います。店舗スタッフの方に伺ったんですが、ここにある商品は全て大型店でも取り扱っている商品になっているということです。ということは、わざわざここに来なくても購入できるものにはなっているんですね。まあ基本的には他は大型店になりますし、あとは都市に住んでいる方はなかなか行くことが少ないということもありますし、あとはですね、一人暮らしとかの方が、大型店にいて自分には関係のないアイテムがたくさんあったりするんですね。例えば大きいソファーとか大きいダイニングテーブルとか、あとはキッチンとかですね、そのあたりは一人暮らししているような方には全く興味のないコーナーになっていますので、一人暮らしとかですね、都内で暮らしているような方々的には、この大きな店舗で自分が必要なものを探す手間が大きく省けるので、このセレクトされて、あとは組み合わせですね、インテリアコーディネートを見せてくれるっていうのは、結構ありがたいんじゃないかなと思いました。2階も一通り見ましたので、1階に戻ってこの店舗限定のアイテムっていうのがあるということなので、それをゲットしてこようかなと思います。店員の方にお伺いしたんですが、今は黄色のバッグですね、この IKEA バッグの黄色バージョンだけが限定となっているようです。今後は、いろんな限定商品出るかもしれないという話だったんですが、このこういうご時世ということで、この黄色バッグで黄色バッグだけという形になっていました。では最後にですね、この店内のインテリアコーディネートを提案しているスペースがいくつかあったので、それをご紹介しようかなと思います。でまず一つ目はこちらのスウェーデンコンビニの、すぐ脇の隣のスペースですね。こちらはサイズは6畳ぐらいで、女性の一人暮らしのイメージを想定をして、レイアウトされているような形になります。でカラーはホワイトをベースにして、ピンクとあとはブラックの3色になっています。ホワイトとピンクだけだとちょっと甘すぎる印象なので、黒のカラーで少しその甘さを緩和しているのかなと思います。ポイントとしては、このピンクの色をブルーとかグリーンに変えたらそのまま男性でも OK のような、デザイン的にはシンプルでベーシックなアイテムなのかなと思いました。その近くにあったこちらのコーディネートはモノトーンコーデになってますよね、黒とグレーと白ですね。ソファーベッドが置いてあって、男性の一人暮らしのイメージかなと思います。先ほどのピンクのインテリアとこちらのモノトーンコーデのインテリアはテーマはですね、収納ということになると思います。で、両方ともですね、収納アイテムが豊富に置かれていましたので、1階のテーマである収納というところを表現しているんじゃないかなと思いました。
で続いてはこちらのベッドルームですね。こちらはですねナチュラル系の北欧インテリアというような形で、先ほどと同じように白ベースにウッドとあとはベージュのカラー、こちらプラス、グリーンですね、こちらアースカラーで優しいイメージにしていますよね。こちらリラックスというようなテーマで作られているのかなと思います。でこちらのポイントとしては照明の数が多いですよね。ベッドルームなので夜の時間帯ですねに合わせて柔らかくて弱い明かりを複数つけることで、やはり、リラックススペースということになるんじゃないかなと思います。続いてはですね、同じくベッドルームなんですけど、先ほどのピンクのコーディネートをブルーのカラーに変えたようなインテリアになります。ワンルームの広さをイメージしていて、コンパクトなアイテムだけで組み合わせているっていうのが特徴かなと思いました。でこちらとあと先ほどのナチュラル系のベッドルームがありましたが、この2つは睡眠とか、リラックスをテーマに作られているのかなと思います。こちらはインテリアの提案というよりかはオケージョンですね、夏の提案という形になるのかなと思います。こちらはですねトレンド感をすごく重視しているなと思いました。かなりディテールの強めの、アイテムと、あとはですね今まで春のコーディネートはペールトーンが中心だったところ、カラーがもうちょっとはっきりしたコントラスト強めの色合いになっていました。こちらは夏のイメージになっているんだと思います。例えばトレンドカラーのグリーンが、ペールトーンだと薄いイメージでしたが、こちらは濃色になっている、そんな感じの違いがあると思います。そして、もう一個1箇所インテリアのコーディネートされているスペースがありました。こちらはワンルームですね、もちろんこちらもベースは同じでした。やはり通常の賃貸っていうのは簡単なフローリングとあとはホワイトのベースカラーになってきますので、そちらが共通して同じベースになっています。こちらだと黒がメインになっていますよね。ちょっと男性的なインテリアのイメージ。カラーはですね、黒とウッドを中心とした、インダストリアル的なデザインになっています。かなり武骨なデザインですよね。こちら数年前にトレンドのコーディネートとして注目されましたが、今はもうスタンダードになっていますよね。例えばカフェとかですね、飲食店なんかはこういったデザインが今でも多くありますので、完全に定番化しているのかなと思います。インテリアコーディネートを見終わったので、レジでお会計することになりました。レジは、1階の一番奥または2階の階段上ったすぐのところで、お会計ができるようになっていました。レジの形も、大型店は海外のような仕様になっていて流れ作業のような形でしたが、この店舗は、コンビニのレジのような形でお会計をすることができました。お会計した後はすぐですね外に行ける出口がありました。こちらを出ると最初のですね大きな木の柱のゲートのあたり、ここの、上の階で整理券を発行してもらったところの1階ですね。で、前に戻ってくるとこんな形になってます。整理券の方はまだ順番で、並んでいました。お昼になっても、常に整理券が必要ということで、やはり IKEA 原宿に行く場合は、早めに、大体1時間ぐらい待つんじゃないかなという形なのかなと思います。はい、というわけでいかがだったでしょうか。なかなかね、今までの IKEA とは違う規模もそうですし、内装の方もですね全然違いますし、システムも全く違いましたよね。 IKEA 原宿の商品ラインナップのポイントとしては、都市生活向けの商品が多かったことですね。あとは大きい店舗でも売ってるものを置かれてはいたんですが、通常の IKEA すごく大きい店舗ですよね。あの店舗で、一人暮らしに向いてるようなものだけを探すっていうのは結構大変なので、 IKEA 原宿のように、一つのコンセプトがある店舗で立地に合った商品ラインナップをされていて見やすかったのと、あとはゆっくりできたっていうのもありました。あとですね、限定アイテムとしては、スタッフの方に聞いたんですが、本当はね
かなりいろいろ用意されていたらしいんですが、このご時世ということで限定の商品いろいろ用意したんですが、今回はですねこの先ほども動画に出てきたこちらですね、こちらの黄色のバッグ、まあ、これキーホルダーみたいなものなんですけど、まあ、通常これ青バージョンがあってお買い物の時に使う黄色バッグが限定品として並んでいました。でまあこれはねそんなにすごい限定でなんか欲しいものっていうよりかは、まあちょっといろんな限定ある中の本当は一つだったみたいな感じですね。お土産として気軽に買える商品の一つだったと思うんですが、これからねどんどん限定商品とかも出てくると思うので要チェックかなとは思っています。あとはですね限定アイテムではないんですが、レストランのコーナーではあそこでしか食べられないラップっていうんですかね、サンドイッチみたいなものなんですけど、食事は限定のものがあったみたいですね。で、IKEA 原宿行く際に気をつけたいことっていうのをちょっとまとめますと、整理券があります。整理券があるのでその整理券を先に機械で受け取って、そして時間になったら向かうっていうスタイルなんですが、11時オープンだったんですけど、例えば11時ちょうどに行って整理券を取った人はもう100何十番とか200番ぐらいの順番待ちになっていて、僕はですね1時間前10時頃に向かいまして、でその時に結構早い番号でオープンのタイミングで入店することができました。オープンは50人が入店できるという形になって、でその順次店舗でお買い物が済んだ人がお店を出て、そしてまた新しいお客様が店舗に入ってくるというような流れになっていたので、1時間前ぐらいから整理券配布してるんですが、そのタイミングで行くとやっぱりスムーズよく行けるということで、その辺は注意というかお店に行く時のポイントになるのかなと思います。続いて、購入品の方なんですが、購入品はですね、この先ほど少しご紹介した IKEA の、このちっちゃいバッグ、まあ、比較用にちょっと購入してみたんですが、このブルーのバッグとあとはイエローの、こちらが原宿店限定ということですね。であとですね、IKEA の大型店舗、まあ、僕の場合は立川店とかによく行くんですが、立川店で見つからなかったこの、ケーブルですね、これが、ライトニングケーブル、 iPhone のライトニングケーブルとあとは USB-C ケーブル、こちら、両方よく使うので、この IKEA カラーのね、このコード、長さは 1.5 メートル同士なんで少し長めで使いやすいのかなと思いました。でカラーもね、IKEA カラーになってるっていうところがなんかすごくいいなと思って、いろいろ探してたんですけどなかなかなかったんですよね。それで今回特に雑貨とか詰まっていたので、購入することができました。こちらです、こちらですね。はい、という感じでですね、今回は IKEA 原宿の方、ご紹介してみました。なかなか楽しかったので、まあ、1人だったんですが1時間半ぐらいは入れちゃいました。結構ね見どころも多くて、一人暮らしとか二人暮らしぐらいの感じであればですね、結構いろいろセレクトが豊富に揃っていて必要なものが見つかるんじゃないかなと思います。単純に行ってみても面白いと思います。店内の内装とかもねかなりこだわっているので、よかったら行ってみてください。はい、というわけでデザイン、写真、インテリアなどのクリエイティブの裏側についてまたこちらからお送りしたいと思います。はい、それではまた。